ホールインワンは、週刊少年ジャンプに1977年から1979年にかけて連載された、原作、京、常ジョージ、作画、金井達夫のゴルフ漫画。スポーツの名門である、名花学園中学に入学したと、橋井愛知が、東京メーカー、ゴルフ部内の理事長バイト全国にある、名花学園のゴルフ対抗協議会に、 東北名家の代表として戦う姿を描く。続編に、俺のラウンドがある。スポーツの名門校、名花学園に、補欠試験の末やっとのことで入学したと、橋愛知は、飛ばすことにかけては誰にも負けない、型破りな中学生。早速入部したゴルフ部では、初日から部員たちと衝突して孤立、追い出されそうになってしまう。しかし、運動音痴の部員の安保から、 今度開かれる理事長倍の優勝商品が20万円のゴルフクラブセットであることを聞かされるとがぜ張り切り、安保キャディとして理事長倍に勝つことを目指し始める。そして理事長倍の日、八一は会場に吹き荒れるキャリーキラーと呼ばれる強風やゴルフの知識不足から来るか3ペナルティの嵐にも負けず、勝負を諦めない根性と常識にとらわれないプレーを繰り広げ、 見事副首相の立花をハンデの差で交わして、理事長倍の決勝戦に進むことに成功する。そこで対戦相手である柴野の卑劣なプレーや伊達美香の攻撃的な態度、ギャラリーからの容赦ない嘲笑、さらに指の怪我に八一は苦しめられるが、姿霊花をはじめとした女の子や友人たちの熱心な応援や安ポの献身的なサポートに支えられて、決勝戦を最後まで戦い抜き、 プレーオフにまでもつれ込んだ勝負の行方は、ヤイチの最後の一振りによって決着。見事優勝を果たす。理事長倍優勝に浮かれに浮かれるヤイチをよそに、東京メーカーゴルフ部はヤイチを対外試合の代表から外すことを決め、名花学園の恥として、ヤイチを嫌う伊達佐一郎とヤイチに密かに期待する、伊達一之助の対立も鮮明になっていく中、 東北名誉ゴルフ部からある誘いが八市のもとへ届く。それは近いうちに宮崎県で開かれる全国の名花学園の各代表による競技大会に東北名誉の代表として八市に出場してほしいという懇願であった。この誘いを最終的に聞き入れた八一は新たに知り合った札幌名誉の女子選手の畑野と共に 大会予選で快進撃を続け、相変わらず卑劣な柴野の罠や三里の妨害を何とか踏み破って決勝の場にたどり着く。翌日の決勝戦は、序盤は、和やかな学校同士の交流や選手たちの爽やかなライバル模様や恋愛模様などを見せていたものの、各選手のハプニングや怪我、秘めたる、立花の決意、女の意地同士などがぶつかり合って、天候とともに、 雲行きが怪しくなっていく。そのような中、弥一は持ち前の明るさや闘志を決して失わずに安保不在もあって苦しい勝負を強いられるも、最後の最後まで彼にふさわしい真正面からのプレーを続けるのであった。ありがとうございます。